久住晴彦君、お元気ですか？先生、こんなに燃えているの。かっことじ。君は常に僕にまっすぐで。先生！君からの手紙が楽しみで、君の文字が好きなんだ。欲望のままに。久住君、どうして？自信がないんだ。君がなんで僕のような未来のない男と痛がるのか。そんな言い方ないでしょ。じゃあなんて言って欲しかったんだよ。タフになるのよ、大切な人がいるなら。お前らちゃんと付き合ってんの？月の満ち欠けみたいなもんじゃねえのか。幸せなんてよ、終わりなんですか。劇場版ポルノグラファー、プレイバック。どうしていいかわからないくらい好きなんだ。